かつて走り屋の名所と言われた大黒ふ頭にいた。警察の取り締まりが厳しくなり、ここに移動してきたという。大黒君、規制激しいじゃないですか。もう属者も来るし、なんだろう、俺らみたいにローライダーだけじゃなくて、なんかバリングとかも来るし、そういうのはあんまし鬱陶しいじゃない。午前2時過ぎ、若者たちは警察がまだいることを確認すると、諦めたように帰っていった。みなとみらいにようやく静けさが訪れた。一方その頃、大黒ふ頭にはカーステレオの大音響が響き渡っていた。どうやら人が踊ってるようです。車に積んだオーディオのボリュームを目いっぱい上げて音楽を流す音響族だ。たまに週1ぐらいで来ます。何しに来るんですか。いや、やっぱ放送っすね。放送とかトランスとか聞いたり。いつも何時ぐらいまでいるんですか。終わるまでです。終わりまで。終わりって何時ぐらいですか。終わりは10時から2時ぐらいまでが一番ピークです。警察は取り締まりとか結構してるんですよね。いや、してないと思いますよ。そこにあるんですけどね。あ、そこにあるんですけど、もうすぐ近くにあるんですけど、はいはい、通報がないと。一般の方のうるさいとか、はい、あ、ただ周り住宅地じゃないですからね、はいはい、若者たちは警察の取り締まりがあってもほとぼりが冷めればまたすぐに戻ってくる。そこで